週月曜7時、ズバババサラの時間となっております。本日も、放送はプロレスリングバサラ小高泉でお送りします。よろしくお願いします。そうですね、まあ緊急事態宣言また入りましたね。なんか予想はしたんですけどね、そのゴールデンウィーク前に入ることによっていろいろとこう増えていくとかそういうのもあって、まあ、このぐらいのタイミングでまた来るんだろうなっていうのはあったんですけど、ちょっと今回はね措置が重くてですね、5月11日までなんですけども、その間に、まあ、酒類の提供がダメっていう風になったんで、バサラがやってるプロレスバーのクラッチの方も一応ね、時短8時までの時、時短営業の時は、土日のみ開くという形でやってまして、そして、9時までの時短の時は、まあ、一応平日も営業しているという形だったんですけども、クラッチの方から一応ツイート連絡がありまして、酒類の提供なしでしたが、ご来店結構いただけたみたいなんですので、5月11日までノンアルの昼営業、が土日の5月1日、1日、2日、8日、9日と板橋大会が予定でした5月の5日ほどで、営業いたしますので、ゴールデンウィークもお待ちしておりますということですので、ぜひよろしくお願いいたします。そして、5月5日のゴールデンウィークにある、板橋大会なんですが、はい、こちらがですね、はい、東京都のやつに基づきまして、グリーンホールっていう場所で大会予定だったんですが、グリーンホールの方が休館になるということでですね、こちらの大会中止させていただきます。ちょっとね、トランザムヒロシ選手の10周年記念興行といって行われることになってましたんで、まあ、また近いうちに、似たようなというか、ヒロシの10周年記念大会というのは、やりたいと思いますので、またね、ぜひまあちょっとまだそのどんぐらい先になっていくかがわからないんですけれども、一応15日には、高島平大会が控えておりますので、あとそこを目安に、動いていければなという形でございます。はい、またね、延長されたりするとちょっとどうなるかわからなくて、で実際本当は今日もですね、放送の方が、ちょっとうちの選手に代打を頼もうかと思ってたんですけれども、まあ、本当は大日本プロレスが今日このね、一騎当選がありまして、その最終戦が今日後楽園ホールである予定だったんですが、そちらの方も、中止という形になりまして、まあ今こちらの方で、ラジオの方やらせてもらってます。そうですね、まずいつも通りの説明いきますか。はい、トリオアズリ FM はインターネット型テレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局です、アズパンアットアズリインクドット、懸命に番組名を記入へメールお願いします。会費1万円過去1年間有効というのはですね、バラバラになった。こちらは番組応援の会のお話でございまして、こちら番組応援の会というものがあります。特典が生放送見学括弧抽選、応援する番組 MC、まあ、我々ですね、とのイベント、生放送中のテレビ電話括弧抽選となっております。で、あ、それがこれか。その他番組への質問なんかは、こちらまでお願いいたします。はい、ツイッターの方でですね、アズパン、あとアズパン FM で検索してもらえたらこちらの方出てきますんで、僕ら以外にもね、結構プロレスの番組とかも多くて、普通にプロレスファンの方々としては見やすいようになっておりますので、よろしくお願いします。あとですね、それさっきのがですね、番組応援の会だったんですけれども、別に個別スポンサーを募集しておりまして、こちら、マリズショップさんの、和物になっておりますね。和
和風小物って言えばいいのかな、はい、なっております。こちらの方も、ツイッターの DM なんかから募集してもらえ 募集して、そちらの方でですね、商品の方もご購入いただけるようですので、あと新商品なんかもございますんで、また持ってきますんで、はい、すいません、はい、で、DM で商品も発注できるそうなので、はい、今次もういつからでも夏ぐらいから多分遊郭編が始まる、こういうね、鬼滅の刃的なもののやつも使っておりますので、よろしくお願いいたします。そしてこちらが、コミックガンマ、はい、見えるかな、よいしょ、教職人種という漫画になってます。こちら室井雅音先生が、書いてらっしゃる漫画でございまして、こちらの方はですね、竹書房の、コミックガンマ過去ウェブマガジンでですね、連載中でございまして、4月、現在4巻までが発売されております。で、7月に5巻が発売予定、電子版も、発売中となっておりますので、こちらもチェックしてください、お願いします。はい、で、これがね、結構ね、中 の出てる選手、バサラの選手の名前をすごく使っているので、バサラファンはすごい入りやすいと思いますね。まあ、もう風と小高はすぐ出てきます。で、イサミにちなんだものも出てきますんで、ぜひ読んでみてください、よろしくお願いいたします。今日はね、なんかせっかくだからちょっとインスタライブもやりながらやろうかなと思ってまして、はい、ちょっと先になので、今来ている質問を拾っておきます。はい、先週の新規場合、久々に声出しての応援できてめちゃくちゃ楽しかったです。おそらく都の方針次第と思いますが、緊急事態宣言明けも声出し OK になりますか、いただき、こう頂点とかでいただきと思うんですけど、いただきも声出して応援できると嬉しいです。そうですね、まあ都の方針だとですね、多分もう変わらないと思うんですよね。そのマスクつけて収容率 50% 以下ならば声出していいっていうのは、多分緊急事態宣言が明けたとしても変わらないと思うんですけれども、ちょっと僕だけので今すぐに決めるのはちょっと難しいんで、緊急事態宣言明けてからは、ちょっと会社に持って帰っての話し合いになるかなと思いますね。そうなんですよ、多分そのマスクをつけていれば飛沫はもう声を出したところでそんなに飛ばないっていうのが、多分なんか科学的にもう証明されているので、その人と人との間隔をとって、要は収容率の 50% ですよね。なんかライブとかもそうらしくて、音楽のライブも 50% に抑えて、例えば立って見るやつでもちゃんと距離を取っておけばマスクしてても声出していいっていうことなんで、だからなんかそう、だからプロレスだけじゃなくて他のなんかそのアイドルのコンサートとかそういうのでもコール&レスポンスが意外と 50% にしてすればできるっていう状況で、でクラシックコンサートとか、まあ、そういうのと拍手とかってしかしない、こういわゆる声を出さない応援みたいのしないようなものに、催し物に至っては、100% 揺れることができて、プラス、声を出さないっていうのが大前提なんですけど、多分これが変わることは、ね、多分おそらくないと思うんですよね。それぐらい、なんていうんですか、その辺そういうところでのクラスターとかですとか、そういうのが非常に起きにくい状況ではあるっていうのが、多分マスクさえし、マスクの重要性ですね。もちろん鼻までつけてフックもガチッってね、やってやんないとダメですけど、で検温やもちろんアルコール消毒なども行った上でのことなんですけども、多分その辺に関してはもう都からすれば多分変わらないことだとは思うんですが、まあちょっともうちょっとしてみてから考えようかなと思っております。はい、そして、先日もありがとうございます。以前伊佐美さんがおっしゃってたスネ夫の頭の、これ難しいなツイッター出ないからな、
まあ、じゃあ一回後で送っておきましょう。まあでもそういうことです。僕が言ったのは右の方なんですけど、ちょっとツイッター見れないんで、あの、ハッシュタグズババババサラで追ってください。で、これでとりあえず読み終わったら、ドラゴンボールクイズ一問行って、あ、そうなんですよ。皆さん、衝撃的な事実です。ドラゴンボールクイズがですね、今週で最後になるかもしれないということでですね。また、スタッフの方の時間帯が変わるらしくてですね、担当してくれてるドラゴンボールクイズを担当してくれてるイケメンの彼がイケメンの彼がちょっと抜けてしまうんで、はい、もしかして何巻まで読みました？これ先週9巻まで読んだっておっしゃってたんですよ。あ、手で大丈夫です、手で14、9、もう止まってんじゃないですか見てないじゃないですかはい、いつも楽しく拝聴させていただきます。まもなくゴールデンウィークで明るい話題がない、昨今下を向いていてもいいことないので、ここは一つ泉さんのゴールデンウィークの楽しかった思い出などをお聞かせ願います。ちなみに私は数年前 1週間で野球観戦をずっと、あ、なるほどね、ゴールデンウィークで、そう、10日休みとかありましたからね。なんだろうな、ゴールデンウィークの楽しかった思い出って、1週間でそれこそこの方は10試合野球観戦、マルズショップさん1週間で10試合観戦って言ってたんですけど、僕多分7日間で10試合っていうのがもっとあったかな、7日間で11試合とかぐらい若い頃に試合したのが、まあ今となっちゃいい思い出ですよね。昔はもう本当にしんどかったんですけど、これうまいことできるかなっていうのがちょっと結構緊張したんですけれども、まあなんとか怪我なく乗り越えられたのがいい思い出かなと思ってます。はい、あ、 DM 以外にも質問、マレッツショップさん DM こちらね、DM 以外にも質問箱などもありますので、お気軽にお問い合わせくださいということですので、よろしくお願いいたします。長丁場クラッチクラック写真くじ配信お疲れ様でした。ありがとうございます。無事に商品が届きました。かなりの枚数サインを書くことがあるのですが、検証員みたいになったりしますか？ですね、サインを大量に書くと検証員になりそうなんですけれど、なりそうになる時あるんですけど、検証員というよりもそもそもですね、多分僕のこの右手の中指が折れてまして、多分なんですけど、医者行ってないんですよ。医者行ったら固定されると思ってて、だから医者行ったら試合出れなくなるから嫌だなと思って、多分折れてるんですよ。でここにペンってここに挟むじゃないですか。それが痛いんですよ。もう慣れてきたんですけど、慣れたっていうか、多分そのまあ腫れ引かないんで、変な形に折れたのかで、ひびだけだったのかは分かんないですけど、結構前にやってて、サインの時にそれがしんどいんですよね。サイングワーって書いて、いや何枚かぐらいやったら別に平気なんですけど、大量のサインになるともう手が痛くてしょうがなくなるっていうね、はい、そんなんがあります。ちょっと、ね、インスタライブつないでみますか。あ、ドラゴンボールクイズ1問やってからにしよう。ドラゴンボールクイズお願いします。ドラゴンボールクイズインスタからじゃ見えないですからね。こんなわざわざ CG まで作ったのに引き継いでくださいよ、お願いしますよ。引き継ぎます。第1問、はい、全3問です。ドラゴンボールの世界では東西南北4エリア、あー、宇宙のってことですよね。宇宙の東西南北、西の海王様、東の海王様、わー難しい。これインスタライブ始めよう。始めたところで質問が来ても無視するかもしれないですけど待って、あ、銀河宇宙の話ですよね。これは覚えてたのにな。今ね、今ドラゴンボールクイズしてます、はい
インスタの方がね、何やってるのか、何やってるのか全く分かんないですからね。今ラジオ番組中で、インスタライブをし始めて、今ドラゴンボールクイズが出てまして、ドラゴンボールの世界では東西南北4エリアに区分けされております。地球は、まあ、どのエリア、どの銀河ですか。東かな、東の海、西の海王様。でも西の海王様っていう響きすごい聞くんだよな。南の海王様、北ではなく西をすごい聞くんだよな。西、地球は西。北かよ。もうこんな簡単な問題、もう俺もう一回見直さなきゃいけないのかな全部。しんどいな。あ、部屋じゃないですよ。これ今あのラジオの収録中にインスタライブしてます。もうね、とっちらかってて何が何だか分かんないですけどね。逆に質問はここから拾えるんで。どうしよう。逆にこいつをオンにすると質問が来ない限り僕は何も話すことが、話題が見当たらないっていうネックもありますね。前の方すごいですね。前の方何さんでしたっけ。なんかさっき僕ちょっと検索しちゃったんですよ。6時ぐらいからの、6時から月1ぐらいでやってらっしゃる方のね、なんかすごかったの。パチンコとかの話とかしてて、パチンコとか競馬、あとなんか野球の話したいって言ってたんですよね。なんか有名な平山さんだ。そうそう、平山さん。パッと見たら11万フォロワーぐらいいました。すごい、すごいですよ。超有名人でした。そう、一騎当選のね、試合がね、なくなってしまったんですけどね。あ、AV 女優さんのやつは、あれですよね。あの、AV 女優さんのやつは、その3週ですよね。あれも隔週ですか？3週 AV 女優さんのやつで、で、なんだろう、その月に1回、平山さんの放送が6時からあるんで、もうすごいですよ。だから、月曜日は、AV バサラ、パチンコバサラですから。はい、すごい。そんなに笑うかってぐらいスタッフルームからの笑い声聞こえてきますけど。あ、AV も月1なんですね。はい。じゃあ AV バサラ、バサラバサラ、パチンコバサラですね。どっちを見たらいいな、どっちを見たらいいか。そうですね。こちらは、2個同時に見るか、質問はインスタライブの方で送ってもらえると非常にありがたいな。はい、両方でお願いします。両方でお願いします。まあこれ、あれ逆にね、これ見た後にあの YouTube の方でもねアップされるんで、そっちで見ても全然大丈夫なんで、インスタライブはもう僕消しますんで、あの何も残らないね、これは。はい、いやー、ちょっとね、今回の緊急事態宣言はね、今までとちょっと種類が違いますよね。いや、なんかね、あのニュースでもやってたんですけど、その酒類の提供ができなくなったじゃないですか。この酒類の提供ができないことによって、あのゴールデンウィークがあると思って仕入れてた酒屋というよりも問屋が、その全部の酒を廃棄しなきゃいけなくなっちゃったらしくて、そのまあもちろんビールだるとかそういう結構のやつなんですけど、いやなんかね難しいですよね。酒は関係あるのかって言われると、まあ若干やっぱりあるような気はするし、でもどうですか、人とかって。ああ、でも人減ったっすかね。
やっぱ僕住んでるの神奈川なんで、あんまり実感ないんですよね。神奈川そんなに人の流れ変わってないんで。まあ、さっきも言いましたけど、クラッチも5月11日までの土日はお酒なしで、ランチ営業みたいな形になって、ランチのご飯なんかも出したりできるんで、で、あと、ノンアルビールとかそういうのをすごい大量に仕入れてましたね、中津店長が。まあ、さすがだなと、動き方の速さはさすがだなと思いました。緊急事態宣言出る時にもう2日前くらいにいきなり酒類提供なしですとか、あと街灯を消しますとか、街灯以外の明かりを消しますとか言ってたんですけど、これなんですかね、これどう判断するべきなのかっていうのがあって、その街灯を消すことによって多分なんですけど、夜危なくなるじゃないですか。もう普通に考えて治安悪くなるっていっぱいツイートあったんですけど、なんだけど、でも多分治安悪くなりすぎると思うから子供は出ないと思うんですよ。子供を夜中に例えばコンビニ行きたいって言った子に、行ってらっしゃいどうぞっていうのは多分なくなると思うんですけど、ただ、普通の、まあ、いわゆる会社勤めの方々の仕事が別になくなるわけじゃないんで、で、その方々が、帰る時間がちょっと残業して遅くなったり、まあまあ、もちろんスタッフさんもそうですけど、とか、帰る時間帯にはもう街灯以外の明かりがついてないって、もうそれ関係ないく危ないですもんね。ちょっとどれが正解なのかがね。あ、そうだ、僕のインスタライブだとね、海外の方も見てるんで、意外とね、そうなんですよ。インスタは結構海外向けもあるんで、いやー、しんどいですね。大会が中止にまたなるとはちょっと思ってなかったんで、あー、ドラゴンボールクイズいきますか？予備の4問目もあるんですよね。念のため用の。伊佐美さん痩せました？僕多分痩せてないって思いますよ。この間、確かにでも顔ちょっとシャープになったかな。そうかもしれない。全然。でもちょっとあれかな。一回80キロまで増えて、で、ちょっと減ったぐらいなんで、多分そんなに変わってはいないかな。でもちょっと糖質とか抑えてるかなって感じですね。あんまり暴飲暴食はしないように。あと、もう本当にしれーってやってるんですけど、ここだけの話、モンハンライズをやり始めて、で、去年、スイッチ僕持ってて、家のテレビにつけるやつと、あとライトとあるじゃないですか、両方持ってて、で、両方とも後輩が去年ね、あつ森が発売されたんですよ。で、その時にスイッチが一気になくなっちゃって、で、ツイッターとかで後輩がすごい探してて、どこにも売ってないっていうのを見て、で、僕もそんなに本当スプラトゥーンぐらいしかがっちりやったゲームなかったんで、で、もう別にいいやと思って、売っちゃったんですよ、全部。ライトも売って、で、家の据え置き用のスイッチも売って、全部売っちゃったんですけど、だから、ちょっとすごい悩んだんですけど、買うことにしましたね。ちょっとモンハンライズをやってみたくて。全然仕様が違うからね、全くわからないですよ。すいません、今、こんばんは。今ね、ラジオの放送中に、今日だけちょっとね、緊急事態宣言上特別番組として、今、ダブルでの放送を今やっております。
それもね、前の方 の、あのパクリなんですけれども、前の方は YouTube ですよね、あれね、 YouTube でやってたんで、はい、モンハンはね、とりあえず村クエの方がもう最後までプレステ5よりははるかに買いやすいです。でもプレステ5をもう売ってるんだよな、多分確かもう売り始めてはいたはず。でもスイッチは転売禁止って書いてあって、なんか僕ヨドバシだかビッグだかどっち行ったのか忘れましたけど、そのポイントカードあるじゃないですか、ビッグとかヨドバシのポイントカードを見せて、そこって買ったものの履歴が出るらしいんですよ、多分ピッてやった時に。で大量購入をしてないのを確認して売ってくれました。だから僕が前にスイッチを買ったのがだいぶ前なんで、もう全然問題なく買ってもらえ、あ、売ってもらいましたけど。でモンハンもね、並んでないんですよ、くださいって言われると出てこないんですよ。昔の AV かよと思って本当昔の AV そんな感じだったんですよ、はい、それかコンビニで売ってた、コンビニで、ね、昔ねゲーム売ってたんですよ。今もうなんかダウンロード用のこういうなんかバーコードのやつじゃないですか。だからそうじゃなくてね、昔はちゃんとソフトが売ってたんですよ。全然売れないですけどね。昔店員やってましたけど全然売れないですけどね。ちょっとドラゴンボールクイズ第2問いきますか。昔 AV 売ってたのとか、 AV ってなんかどこだっけ、なんだっけ、なんか言わないと出てこない AV とかあったんですけどね。まあもうこれ以上やめましょう、はい、すいません、はい、2問目お願いします。インスタライブとかで読み上げるんで。わあ、またちょっと凝った演出になってるな。2013年3月30日に17年ぶりに公開された劇場版アニメの題名は。あ、これは簡単です、これは簡単です、はい、よかった、久しぶりに簡単なの来た。え、でもあれもう2013年なんだ。神と神、いやドラゴンボール Z ついたっけな、ついたか、ついたんだ、そうなんだ。これね、このあの神と神と、そのいわゆるドラゴンボールスーパーのこう世界軸って結構みんな知らなくて、こうみんな大体の方が単行本を終わった後に、なんだろう、スーパーが始まってるっていう考え方の方がすごい多いんですけど、実はドラゴンボールの漫画が42巻あるんですけど、この最終話、悟空が、ウーブと旅に出ていなくなるっていう話の1話前が、魔人ブーを倒したところで、魔人ブーを倒したところと最終回の間なんです、スーパーとか神と神っていう話は。だからもう非常に分かりづらい世界観の中でやってて、で GT の話はGT はもう全部終わった後なんです、終わった後の話で、しかもなおかつ鳥山明先生が監修してないんで会ってないよ、なんか外伝版みたいな話になってて、で GT 関係なくて、なんだろう、基本的にはスーパーが全てってなってる。だからドラゴンスーパーサイヤ人4とか出てこないんですよね、スーパーの方には。はい、インスタライブもじわじわやってますけど、はい、質問はね全然。東京リベンジャーズってアニメ、あれ聞いたことあるな、東京リベンジャーズってアニメ、なんだっけ、
でも見てはいないな。いや、ちょっとそうね、さっきの勇さん痩せましたの下りから復活して、あ、これか、これなんか面白いって、なんかこの方かな、この作者の方がなんか新しい漫画始めました。違う、これまだ完結してないですか。あ、ちょっと待って、な、確かなんか新しいやつが始まったような話聞きますけどね。すごい、宮本さんどこにいるの。知らないです、多分家じゃないですかね。いや本当はね、さっきも話したんですけど、今日は大日本プロレスの一騎当選の私の公式戦最終戦がありまして、それが後楽園ホールで、兵藤選手とやる予定だったんですけれども、中止になってしまいまして、こちらの、トリゴアズーリー FM 館から、配信させてもらって、緊急事態宣言中なので、急遽なんかこうインスタライブと両方やりつつやろうかなっていう話になってやってます。はい、でも東京リベンジャーズ、あとなんだっけ、中止になった駅当選は別日に開催しますか。あ、別日に多分開催すると思いますけどね。前回でも去年も緊急事態宣言挟んで、去年ストロングの方の一騎当選出てたんですけど、例えばなんか仙台でやる予定だった関本さんとの公式戦が新木場になったりやるとかで、公平さんの大阪はできたのか、そっから初めて歓声がなくなったんだよな確か。で、和樹と会ったはずなのができなくなってて、でも結局それはやらなかったのか、それはそれで終わったのか、でもそうですね、今回の場合は緊急事態宣言が一応まあ11日に明けるっていうことなんで、5月中には多分一騎当選すべて公式戦はやるんではなかろうかと。いや5月に公式戦だけじゃないか、決勝戦もか、もう準決勝決勝もやるんじゃないかなっていう気が しないでもないですね。月曜日の勇さんラジオ放送いつも楽しみにしてます。ありがとうございます、楽しい投稿をすごくありがとうございます。あ、分からない、あ、リベンジャーズってなんかね、なんか TikTok かなんかで知ったんだっけな、なんだっけ、なんか最近でもなんかその面白い系の漫画、あとなんだっけ、チェンソー、読んでないんですけど、チェンソーマンってやつもなんかすっごい面白いらしくて、それもすごい気になってて、あと怪獣11号だっけ、なんかそんなようなやつ。さすがに不戦勝はねってなるな、一騎当選、不戦勝になるのか引き分けになるのか。でも引き分けると僕決勝いけないんで、意地でも開催してもらって意地でも勝つしかないですよね。それがしか準決勝に残る術はないんで、もしこれで引き分けってなっちゃうと僕は残らないですね。そう、あとチェンソーマンは11巻で終わってるって噂を聞いたんですよ。第1部が11巻で終わってるから非常に読みやすいっていうのをねおすすめされました、ね。はい、怪獣8号、あ、やっぱ面白いんだ、怪獣8号ですって。それの2つはちょっとね読んでみたいんですよね。ダッシュで戻ってきて間に合って嬉しいです。毎週月曜日は楽しみ、あ、結構
見てくれてるんですね、この番組。 ありがたいですね。なんかあんまり質問がとか話題が来ないから、そんなにみんなの中で反応薄いのかと思ってて、結構ドキドキしてたんですよね。よかったよかった。はい、3問目がむずいんでしたっけ。ドラゴンボール、あ、ごめんなさい、はい、ドラゴンボールクイズの3問目が難しいらしいんですよ。チェーンソーマンやっぱ面白いんだ。チェーンソーマン読んでみるか。ちょっと今月なスイッチ買っちゃったからな、スイッチとモンハンですごい出費だからな、もうちょっと後にしようかな漫画とかは。準備期間といえば一期当選優勝戦寝れると思いましょう。そうですね、はい、この期間中にまあまあ他の大会は一応その仙台であったとかいろいろあるんですけれども、千葉であったりとかその東京以外のところでの大会はもちろん出場するんですけれども、バサラが5月5日中止になったので、次のバサラのゲットは5月15日なので、ちょっとこの期間にあのジム行って日焼けして頑張ります。ちょっと強くなって皆さんの前に、東京の皆さんの前に現れられるようにちょっともうちょっと練習します。確かにこっちの方がコメントしやすいかもね、見てるの俺だしね。はい、じゃあすいません、クイズ3問目お願いします。うーお、むずセル、セル、第3問セルゲームの開催地は、開催日は、確かに開催日と開催地って言ってた気がするな、セルが。あの、ラジ、テレビで言ったやつですよね。テレビで言って、どっかの都から西へ何キロ、北へ何キロ行った場所で、開催日なんとかなんとか。これなんか3択なんでしたっけ ?3 択。セルゲームの、セルゲームの開催日。A、5月9日。A、B、5月12日、C、5月26日。これはむず、うわ、なんでワーオなんですか。これめちゃくちゃむずくないですか。5月9日、5月12日、5月26日。なんかと引っかかってんのかな。当たってる。なんかとかかってる。それは、設定上、設定上じゃなく、セルが意図してその日にした。わからないけど、おそらくそうなんじゃないかと思う感じなんですか。むず、みんなインスタ見なんやで。むず、でもちょっと予想をするのであれば、すべての選択で何かしらの記念日、すべての選択、あ、この3つともが何かの記念日。え、それ言ってるんですか。そうだな、開催日はなんとかかんとかだからいついつにしようみたいな言い方だ。答え言わないでくれよ。あ、みんな結構インスタの方で見てるな。違う質問来た。ドラゴンボールで何のキャラクターが好きですか。前も答えたけど、男ならベジータで、あ、でもトランクスも嫌いじゃないんだよな。女のは、女の人はビーデルさんかな。いや、18個かな。難しいですね。
ちょっと待って、セルゲームの開催日、多分全部が何かの何かの日なんですか。これめっちゃむずい。5月、引っかかってるとこじゃないですか。5月9日だから悟空とかそういうことではないんです。そういうんじゃなくて、例えば自分が生まれた日とかなんかそういう関係ですか。全然違う。なんとかから今から1ヶ月後3週間後1ヶ月後、1ヶ月後の5月26日、今から1ヶ月後のドラゴンボールヒーローズめちゃめちゃやってたもん。1週間後という言い方、今から1週間後は長すぎたかっていう後悔をしてたな。セルと5月5日、完全体になったセルと、当てたい当てたいけどさっぱり出てこない。ってことはその前は5月2日5月5日あれ、B、 5月12、めっちゃむずいじゃん。正解5月26です。めっちゃむずいじゃん。くそ、子供の日とかに襲撃されてたら面白かったのにな。補足 A、 5月9日はピッコロ大魔王の記念日。なんでなんだろう。ドラゴンボールヒーローズのカード、あ、もう持ってないですね。あのドラゴンボールヒーローズのカードはね、結構あの小学生とかもそれでボッコボコにしたんですよ。いいデッキ作っていいデッキ作って、あのなんだっけ、いいデッキを作って、ビッグカメラとかビッグロとかの上の方の階行くとドラゴンボールヒーローズの対戦台あるんで、そこに大人の俺が入っていって、あの小学生たちをやっつけるっていうなんか結構趣味であってで、続きましょうか。はい、5月12日は、人造人間19号20号の出現日、記念日というかね。なるほど、あ、なるほど、トランクスが言ってたのか、5月12日に関しては多分何年後の5月12日に来るみたいな。で、3がセルゲームの大会された日か、開催された日。鬼むずいよこれ。これ幻の4問目はもういきます。もう引き継いでおいてくださいね。来週からもドラゴンボールクイズできるように。第4問、聖地カリーの所在地は。超むずいじゃん。ヒント10桁。ヒント10桁。超むずいじゃん。所在地ってどういう言い方ですか。西の都から何キロとかじゃなくて、 A 数字、そん絶対わかんないって。
セルゲーム、まずセルゲームっていうのは、セルゲームっていうのはあのセルが開催でしたあの天下一武道会のことで、天下一武道会とちょっと違ってセルが元立ちになって、あの全員がセルと戦うことになるやつなんですけど、まあ、実際はセルが強すぎたんで、もっと強い相手と戦いたくて、悟空とかベジータに、なんだろう、猶予期間を与えるから、なんだっけ、修行し直して待ってるって言ってやったやつ、それが セルゲームで、今は第4問の聖地カリの所在地を今調べてるんですけど、意味を調べましたが全く分からなかったです。で、英数字で10桁分かるわけないでしょそんなの絶対分かんないでしょそんなのもう答え出してください。え、 FFA441953Q ってこれだってこれを何に入力すると出てくるんだ。だって、いや確か なんかの場所とかって西の都から何キロとかそういう説明ちゃんとした気がするんだけどな、なんかの時には。聖地カリンに初めて行ったのは、あ、9巻までは読んだんですよね。で、僕から逆にクイズ出してもいいですか。じゃあ、聖地カリンにいた少年ウパの父親の名前は。めっちゃ悩んでる、めっちゃ悩んでる。これね、難しいですよ。でも、ドラゴンボールファンならまあまあすぐ出てくる。あ、もう3分前になっちゃった。引くわとか言うんじゃない。ドラゴンボールで誰か戦ったことありますよ。出そうと思った問題でした。あ、なるほど。いつか機会があったら。正解はボラです。ボラを、そもそもボラを生き返らせるためにドラゴンボール使ってますからね。タオパイパイのくらい、そう、ウパは可愛いんですよ。ウパこういうやつ忘れてました。いや、それ忘れてますよ。あと、あの初めの頃にトウニンジンカって問題出したの覚えてます。あれのレベルの高さ分かりました。あんなもん覚えてるわけないでしょ。と、ニンジンか覚えてた私を褒めてもらいたい。これから帰って、帰って帰り際にジム行って帰って、またね、東京の皆さんと再会するように、はい、再会した時にまたパワーアップしてるようにしますんで、これからもバサラをよろしくお願いいたします。じゃあこちらインスタライブの方は一旦終わらせてもらいます。ありがとうございました。すごい、今最後の方のコメントでウパのフィギュア持ってますっていうツワも出ました。ウパのフィギュアはいらんすね正直はい、ということで、緊急事態宣言延長がなければ15日、高島平大会、15時開始、15時半だ、ごめんなさい、15時半から、18日、新競馬大会が19時からになります。声出しになどに関してはまたこれから追って詳細の方は流していきたいと思います。あと、まあまあまあ、その前にとりあえず緊急事態宣言がね、これで抜けてくれる、11日で抜けてくれることをみんなで、まあ、祈りつつというか頑張りつつなのか分か
からない難しいところではありますけれども、僕もなんとか、バサラもとともに、はい、生き残っていきますんで、皆さんも生き残りましょう、なんとかこの辛いコロナ禍ですけど、はい、本日もありがとうございました。ドラゴンボールクイズ引き継いでおいてくださいね。